4月の7日日曜日です。昨日小賀の方にドライブ行って、天気良かったんですけどね、今日はあいにくの雨です。それでどこ向かってるのかって自分でも今走ってるとこはよくわかんない。ナビをねセットしてるわけじゃないし、白神山地でしたっけ、世界遺産だったかな、あっちの方にね向かおうと思ってるんですよ、青森の方に。まあ、とりあえず雨降ってるからね、景色もどうだろうね、まあ行ってみるかって感じです。いややべえな、どこ走ってるか全然わかんねえや、ナビ入れとけよかったなんかわかんないけどね、ここ豪雪地帯になるとこだろうね、赤いポールが両方あるし、紅白のポール、どこ行ってるんだよ。予定では日本海側を走ってる予定なんだけどね、どこだよこれ、なんか山の中向かってってるんだけどどっかでナビをセットしようと思います。看板があってもね、自分がどこ行ってるか分かりゃしねえんだから、なんか空港があるないや分かるかな、このね日本海沿いを走りたかったんだけど、山の方山の方向かってた、分かる、これ近く寄ってみるけど、今こっち海の方にナビをセットしたんでそっち向かいます。なんだか普通に漁村を走ってるような感じなんだけど、これは国道じゃないのかな、一番海に近い方の道を選んできました。ああそうだ、こっち出るのにね、なんかキャンプ場を目的地にしてきたから、海沿いのこの道走ってるのかな、かね、海沿いのキャンプ場があるみたいで、そこもねまだオープンしてなかったからね行けなかったんだけどね、昨日。目的地のキャンプ場は左側にありますって、左側海じゃんね、まあ、この辺にあるんだろうね、この上の方とか。さっき道路脇に猿出没注意って看板あった。猿はいいんだけど、この辺の山って熊出るんだね。熊。音の水って書いてあるな。道の駅寄ってみましょう。見てみたけど、なんか食事するとこないのか。ないな。時間が11時58分でお腹空いたんだよな。ラーメン食べたいんだよな。世界遺産地域。音の水ってもうかなりこっち来たんだね。あ、もう青森だ。いや、海岸線沿いをずっと走ってたから特に何も見れなかったんですよ、とりあえず青森入ってみるかな。しかし何もねえな青森県に入りました。青森県に入っちゃいました。いやーね、青森とか来たことないからね。うわ、すげえな。いや、これは。いや、これはすげえ。絶景だよ。いや、いいね。うわ、いや感動したわ。あれ、ここが
キャンプ場なのかな、コテージとかトレーラーハウス、この辺がねキャンプ場なんですよ。やっぱりここがキャンプ場でしたね。ここ良さそうですね。すごい区画がね、なんていうの、木でね区画されてて、いいですわいいですわね、時間が12時半過ぎまして、あそこになんかいい雰囲気のレストランあるんだけどね、もうちょい戻って違うとこで食べますか。車結構 あるしね。はい、今日はですね白神山地、具体的にどっかわかんないんだけどその辺が見えるところ行ってきました。とにかくね景色がね良かったね。晴れてなかったんだけど、特に青森入ってからの海の景色はすごかったね。とても感動しましたね。グッときた後ろにね白神山地かな、雪山が見えてるんですけど映ってないかな。それじゃあ秋田での休日は今日で終わりです。来週はね日曜日に移動で帰りますんで、まあ仕事で来てるからしょうがないけどね、もうちょい釣りしたりキャンプしたりとかしたかったですねまあしょうがないね。じゃあ今日はご視聴ありがとうございました。また今度帰りの動画かなもう見たくない、ネタがないから。じゃあそちらでお会いしましょう。ありがとうございました。じゃあね。